はい。静岡県の仮想通貨予報です。9月あ、8月24日、9時半ぐらいですかね。になります。ビットコインの冷やしチャートをいつものようにご覧いただいてますが、ビットコインの ETF の申請却下、非承認というところから1日経って、まあ落ち着いたっていう感じですね。大きく下げることもなく結局、 えー、緊な形で推移しているビットコインです。まあ、本命はやはり来月というところなんでしょうか。えー、見ていただいて分かると、このサポートをしっかり抜けてきまして、えー、今日もサポートの情報に、えー、推移しているような形です。上の方にそんなに、なんでしょうね、あの、頭を押さえるようなものはしばらくありませんので、80万円弱のところぐらいまでは、すんなり、 でもおかかしくはないかなっていいとうころですかね、まあ上の,この辺にちょっと中期線が右肩下がりになってきてますんでこの辺はちょっと嫌いいかもしれないですねもうちょっと上がってくると76万とか75万ところまで下がってきてそこでちょっと頭を抑えられるような形もあるかもしれませんが、えー、目先としては多分この。 何回か意識されて跳ね返されている73万円をちょっと抜けていきたいなというところが目標になってくるのかと思います。1時監視で見ていきましょう。昨日の想定していたところだと、まあ、こ,この 雲を越えていけるかもしくは越えられずに横ばいになってこの中で推移してっていう話でしたが、こっちのパターンでしたね。雲を、えー、下抜け、一旦この細い雲を下抜けしてしまって、でサポートラインと抵抗体の間で、えー、綺麗に推移してですねで、ちょうどこのね、やっぱりねじれのところで上抜けてきたよという今の状況ですね。 という2つ目のパターンの方でしょうかね、昨日の話でいくと。という方になりましたんで、でこの先はこの72万、いくらなんでしょうね、この、えー、雲の上限72万3000どころですかね、というところが、えー、一旦のサポートになってくれるかと思,思います。ちょっと雑になっちゃいましたね、はい。ここはしっかり下からサポートが入ってくれるであろうと。 いうところです上はしばらく特に何もないんであのー、なんか悪材料が出てこなければそれなりに堅調に推移してくれるかなというところでしょうかね。でとは言いながらここも73万円とかで跳ね返されてたりとかするので72万9970円。 えー、っていうところでしたが、んどうでも73万円が変に意識されちゃってるなっていうところで、まずここを超えたいなっていうところでしょうかね。っていうのを期待したい。で、昨日の後半のところでちょっとお伝えしました。この8月14日、長くしたひげをつけたところ、これですね。と、どれでしたかね。これかな えと4月1日に長くし下火をつけたところ、ここのが非常に、えー、似たような形になっている。で、RSI を下に出しているんですが、RSI の数値、一どころとかそういったところでも非常に似ているという話に、えー、マーケットでは一部なっているようでありまして、で、4月の時はここから数日揉み合って12345、まあ、10日ぐらい揉み合った上で、 えー、上昇に転じてきた。その後、108万3035円っていうところまで上昇してきたっていう、えー、推移になってます。まあ、その後また下がるんですが、っていうところから見て、同じように、えー、10日ぐらい、まあ、もうすぐなんですけどね、もう10日目ぐらい、まあ、数日、10日前後揉み合って、また上昇に転じてくるんじゃないかっていうふうに、えー、見る向きが一部であるようですんで、まあ、気になる方は、 そういった形でちょっと追っかけていただいて見ていただくとひょっとしたらその通り100万円を超えた上昇まであるのかもしれませんのでねまあ個人的に RSI はそこまで近いかって言われるとどうかなとは思いますがただこの下ひげは確かにいい形ですよねこっから反転、えー、っていうところで見てあげていいんじゃないかなっていう感じですここも似たように下ひげ長くつけて一旦そこを割っちゃっ あ、割ってないんですね。ギリギリ割ってないですか。その後、やりここまで、あのー、戻ってきたりとかっていうのもありますんで、えー、ここ、まあ、一旦反転のサインっていうことで、それなりに見ていいのかなという気はしてるんですね。で、ちょっと100万まで戻るかどうかっていうのはまた、ね、こ、この95万円あたりが意識されちゃいそうで、なかなか100万円遠いような気もするんですが、えー 一旦しばらくは顕著な推移してくれるかなというところですね。続いてイーサリアムでありますがこちらはやはりちょっと戻せずにいるなというところでえー、っとちょっと線いっぱい引いちゃったんで、うん、見にくくなってしまいましたがえーまあ、三角持ち合いなんでしょうかっていうところですかねここをとりあえず意識している形でしょうかね。 でえーまあ、そんなに長くは続かないので、どっちかに抜けるだろうで、ね、ちょっとうまく上に抜けそうな感じもしてきましたね。そんなに仮想通貨全体に悪い材料が出そうなところではないので、まあ、ただ他の、えー、マーケットからリスクオフの流れが、えー、出てくるようなこともあるんで、ちょっとその辺、そこそうなっちゃったらちょっと何とも言えないところですけど、しっかり上抜けてくれるんじゃなかろうかというところですね。でそうなってくると、 えー、今度一段、またちょっと高いところを目指さなきゃいけないですが、3万5千円とか、やっぱりちょっとその辺、節目のところ意識されているようですんで、えー、これを無事上抜けられた後には3万5千円までとりあえず向かっていきたいところです。1時間足で見ていきましょう。でこちらですね。 しばらく抵抗体の下にいて、何度か何度か、えー、上抜け突入のチャンスを探っていたわけですが、ここで、まあちょうどやっぱりこれもねじれのあたりで上抜けできてきたねっていうところになってきました。で、えー、さっきのレジスタンス、右肩下がりにこう走ってきております。で、ここには抵抗体がいるということで、まあこういうことになって、どっちに行くっていう 今瀬戸際でしょうかねまあそんなにす抜きにくい感じではないんじゃないかなと思うんでさっと、えー、上抜けてくれればなと思います3万、えー、ですね3万1,000円台とかに乗っかってきて3万2,000円3万1,000円後半とかその辺、えー、まで向かっていければというのは今日明日の目標ですかね まあちっちゃい動きですけどね、それもね <laughs>。っていうところなのかなと思います。で、逆にちょっとずるずる下がってきて雲突入とかっていうことになってきても、ちょうど雲の加減が3万円のれですから、3万円はやっぱり意識されるだろうっていうところですんで、下は下で結構硬いのかなというところで見ております。さすがにちょっとこれ以上下げにくいかなという、えー、まあ節目のところにサポートが入っていてちょうどいい、えー、いいさの形ですね。 もちろん一時3万割れたりとか平気であるとは思うんですが、えー、大きく割り込んだりとかずるずるいくような形ではなくなってきたのかなという気はします。で、しばらく揉み合って、えー、で、次また反転へっていうところを期待したいなっていうところですね。で、3万5千まで戻ってしまえばこの前言った通りダブルボトムっぽい形に、えー、なりますんで、その後、7、 7500円戻す4万2500円のところまで、えー、戻せるだろうと、まあ、この辺ぐらいですかまで戻していけるかなというところですそんなところを期待しているイーサリアムでした。